とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーマルチプレイやっていきたいと思います。とりあえず今3人ですけども、後々4人と増えてくると思います。まあ、最初はね、結構簡単なので大丈夫だと思います。難しいのは5階からかな。では、行きます。まあ、5階からと言っても、まあ、5階、だけかな、とりあえずは。なるほど、なるほど、分かった分かった、どういう作戦かが大体分かった。とりあえず雑魚をここで全部処理してしまうっていう感じね。おやばいぞやばいぞ危ないぞ、危ねえ。できるならば、危ねえ、エンチャントが切れる場所あたりまで引きたいぐらいの感じかな。うん、でも全然大丈夫ね。 OK、 じゃあ俺はエンチャンター倒しに行きます。待って待って、無理無理無理だエンチャンターが2体いたやっぱりあれか、エンチャンター先に潰した方がいいかな。ちょっとエンチャンター潰しに行きます。あの強いやつがねいるとどうしてもやりにくいんだよね。よし、オッケーオッケー、ナイスナイス、いいんじゃない。あー、エンチャンター倒したい。おっしゃ、オッケー、いい、エンチャンター倒せればなんとかなる。オッケー、 TNT 投げるの怖いな。あー、いた、いるね、エンチャンターが。お、マジでそこにもいんのエンチャンターそこにもいんの、怖い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 ナイス、いやーびっくりだね。あ、いたいた、1階が意外と難しいっていうね。でもまあまあ倒しましたね。ほっほー、1階意外と難しかった。2階でーす。2階はもん、あ、いや、わかんないね。このマルチプレイになったら、いつもは出ない敵が出ることってあるんだよね。なのでクリーパーが出た時は結構やばいかも。多分出ないけどね、さすがにクリーパーが追加されることはあんまり。でもね、前々回あったんだよな、クリーパーが追加されるっていうのが。 OK、 2回クリア、いいんじゃない。俺釣り竿で行こうかな、釣り竿で行きます。俺では行きましょう。ちょっと連打するね。おお、いや今入ってきてください開けてるんで誰でも入れると思いますよ。ちょっと一人ね、連打のやつがいるとだいぶ楽になったりするんでね。じゃあいいね、ここは特に問題ないかな。うん、この強いやついないんで。うん、 OK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 、 大丈夫。どうする、俺何も取らんのこうかな。いや取る、うん、一人なんかねこう支援するタイプがいたら楽だもんね。お、そっちから行くかい。じゃあ俺もそっちから行こう。あー、これレイス先倒したいな、めんどくさいね。レイスは先に倒しておきたい。あ、そうか、ここクリーパー出るわ、クリーパー出る、だからちょっと注意。さあ、 OK、 クリーパー注意ね。よし、 OK、 これ捨てとこう。どこ、あっちか、危な、よし、ナイス、4回クリア、いらないですね、ここはね。
で、問題の誤解だね。誤解が結構厳しいけども、まあ俺がうまいこと引きつけて、釣り竿で、あの強いやつらをね、一掃できれば、大丈夫なはず。これ、来るよ来るよ来るよ。来るよ。これ俺が、釣り竿で、こうしとけば、いいんじゃない？あ、やばい。これはやばい。OK。任せろ！任せろ！よし。ナイス。やっぱなんかこう、役割が違うタイプがいると、うまいこと回るね。よし。OK。次行きまーす。いらんかな。ここは、いや、大丈夫ね。バースト、クロスボウを持ってる人もいるんで、多分問題ないと思う。もうそこでやる？お、別にいいよ。任せるよ、それは。バーストクロスがあれば、うわー、きつい。いけるとは思う。うん。危ないよ。みんなに合わせていくからね。よし、ちょっと爆発させまーす。エンチャンター、あ、そっか、出るか。オッケー。うんうん。いいんじゃない？お、もう一人。入ってきましたね。ファイヤーカップさん。報酬は、どうしようかな。一応持っていくか。あ、そうだった。これバーストクロスボウ取ってないから、あんま意味なかったんだ。まあまあまあ、いいかいいか。うん、どうせまたすぐ買えるし。いいでしょ。しゃ。マジ、大丈夫？おー、マジか。ちょっと待ってねー。やばいぞ。よし、オッケー。倒した。いや、まだかまだか。おっしゃよし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 、行こう行こう行こう。どれ取る？俺はエンチャンターの書を取って、全員をちょっとパワーアップさせていこうかな。んで、え、俺装備なんもないわな。あー、うん、エンチャン入れれるやつなんもないわ。任せた、任せたぞ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、これこう、うん。クリア速度これ相当速そうよ。エンチャンターの書をしっかり使っていけば。あー大丈夫か。多分、犯人は俺です。うん、犯人俺だ。間違いなく。でん！いいね。あれ？まだ終わってない？あ、あれ？倒してないやつが いるっぽいね。あー、そっちかい。上にいたんかい。で、ここは、まあ、釣り竿が使いやすいようにサイスかな。で、俺はサイスを上げていきます。なるほど。怒りに勇者がいるな。ってことはもう怒りでずっと行く感じか？結構みんなそれぞれの装備になったね。では、ボス行ってみましょう。まあ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 。楽勝よ。うん。俺の釣り竿もあるし、エンチャンターの書もある。これは楽勝でしょ。ね。んで、いつものごとく俺はゴーレムで行きます。これゴーレムじゃなくてもよかったか。うん、仲間をエンチャすればいいからね。別にゴーレムである必要はないね。うん、ないんだわ。まあないんだけども、
いや、おお、動き早っ。さすがの速さだな、エンチャンターのショー。超強力だ。オッケーオッケーオッケー。終わり？終わったんじゃない？いいね、早い。あ、これマルチプレイの方がね絶対早いわ。ドラは多分誰かが取ると思うんで俺は取りません。んで、ここね、大丈夫、問題ない。 OK、 これ、あっ、大丈夫かこれちょっと待て、やばいぞ。でもあんまりね前に出すぎるのもこれ危ないんだ。 OK、OK、OK、ナイス、ありがとうありがとうありがとう。よし、もうでも倒し終わるから。おー、危ない。初期防具だったらね、結構ダメージ受けちゃうもんね。OK。んで、ちょっとした難関が来ました。ここだね。いい？みんな。どういう感じでいけるか？いけ！ちょっと待って、俺は。釣り竿でとにかく数を減らす。よし、いや、意外といけるぞ。うん、あ、ソロでいくより意外と楽かも。よし、オッケーオッケー。おお、素晴らしいね。あ、ちょっと待って危ない、やられそうだった。上いるでしょ。おお、固まった。やばい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 、危ねえ。よし、いい感じ、すっすごいいい感じだった。で、取っていきます。ちょっとエンチャント入れるね。一応、うん、霊気はみんなのためにもなるし入れとこう。あ、もう始まってた始まってたわ。ちょっと待って待って待って、あー、やばい。いや、大丈夫、全然大丈夫。うん、あ、これ、うん、弓持ってたら楽だろうな。これは弓が絶対楽だよ。やばい、あぶねえって食らってるわ。ちょっと待って、高 HP のやつを俺がね仕留めていければだいぶ楽になるのよ。おお、大丈夫か。よっしゃ、任せれ。ナイス。あ、怒りとのね相性がいいね、エンチャンターの書は。何もいりません。これゴーレムは捨ててさ、あの確実にエンチャントが行くようにしといた方がいいよね。多分そっちの方がありがたがれるわ。うん、いや、これ絶対、うん、ゴーレムでもいる時があるんだよな、ゴーレム。うん、クリーパー処理に、いやいや、マルチプレイだったらいらんのか。マルチでのクリーパー処理いらんか。お、ナイス、いいか。俺ちょっとゴーレム今度後で捨てよう。なんかなんとかなるような気がする。で、こっちの方は任せていいのね。よっしゃ、おー、いいね、手分けして倒すと早そう。終わりじゃない、そろそろ。よし、ナイスでーす。いや、うん、アップドラフトじゃないんだ。16回、ここ HP 高いからね、ちょっと怖いところではあるけども大丈夫。これがある程度沈めていければいい感じのはず。あー、これね、重力ある装備にしようかな。敵が結構多い分重力がいい感じになりそうな気がする。大丈夫、どこ、任せようか。あ、いや、もう開いてた、早っ。いつの間に開けたの、早いね。いらんかな。はい、次行きましょう。エンチャンターの書ってね、ほんとあれね、めちゃくちゃいいね。
ソロプレイではね、そんなに使うことってなかったけども。いや、マルチでのエンチャンターの使用、これもう最高だわ。待て待て。強いやつは俺に任せて。あー、愛のメダルに任せてもいいのか。それもありだね。あー、大丈夫。今のはね、クリーパー、仕方ない。2発で倒せないとどうしてもね、受けちゃうんだよね。終わりか。いや、あと1回出る。いいね。お、種を持ってる人がいるね。17回クリア。18回が確か結構難しかった気がする。まあゴーレムは入れとこうか。ここね、ここね、はいはいはい、 OK。 武器はもうエンチャント完成してるんでいいでしょう。あっ、ぶな、ちょっと待って、ここなんとかしたいな。でもまだね、次出んのよ。頼むぞ。 OKオッケー、いい感じ、いい感じ、いいね。いや、いい感じにね、エンチャント入れると最高だわ。最高。いりません。キノコ取って、あのツルハシとかもいいかなと思うんだけど、まあ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 いいでしょう。ではボス、まあまあまあ、ここも全く問題なくいけるはず。うん、もう出た瞬間やるから、いけ。はい、エンチャントが入ると強い強い。今回みんなあれじゃない、コブにしたんじゃない、多分多分みんなコブにしたっぽい。これちょっとエンチャン入れようかな。まあ、マルチでしょうね。オッケー。ここは、出てくる敵は全然違うわ。全然強い。すごい数出るね。全然大したことない敵しか、ここ出なかったんだけども。いや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 、強い強い。敵が強えわ。じゃあいいね。であと1回湧いておしまいかな。若干強いのが出るぐらいで大したことはない。次いきましょう。なしで、ここね、ここは多分問題なさそう。うん、ここは問題ないでしょ別に。あ、まあ敵は多いけどね、敵は多いんだけど問題はない。そっち側任せて、俺はこっち側を倒そうかな。 OK。 いや、できるだけみんなと固まってた方がいいか。おー、いいね、怒りいいよ。おーち、いいね。おー、いいね。キノコ使っての、あの演者されてからの怒りの振りは早い。いい感じだ。はい、22回クリア。いらない。で、ここね、一応演じゃあちょっと入れますか。ここはね、普段でも別に強くないので問題なくクリアできるでしょう。いいね。できれば怒りを持ってる人にエンチャを入れるようにしたいね。あ、俺これ8に入ってるな。あんま意味ないやつだ。はやっ。
いや、ここか。ここも結構難しいんだよね。でも多分大丈夫なはず。行こうか。うん？あ、いいね、いいね。よし。任せた。おーね。ちょっと待って、おー、クリーパーがこっちまでぶっ飛んできたよ。いいね、いい感じ。おー、クリーパーが結構出るな。クリーパーが怖い。よし。あ、でも、おお。早い。早い。何もいりません。あ、で、ここね、長いやつだ。このステージ嫌いなんですよね。長いから。やたら敵がずっと湧くでしょ。もうちょっとこうね、コンパクトに一気に湧くような形を取ってくれれば簡単なんだけど、そうじゃないんだよな。いいね。まだまだなんか湧くの。マルチだったらさらに湧くですよ。おおお。いや、敵自体はそんなにね、大したことないんで、もっと多めに湧いてくれていいんだけど、めんどくさい。ここのステージめんどくせえな。よし。あ、でもまあみんなで手分けして倒すとそこそこ早いかな。いない？もう任せた。よし。いりません。で、次、あ、エンチャちょっと入れよう。うん。いいかい？ここは多分そう大したことないでしょう。上下で分かれていくか？うん、上下で分かれる感じね。OK。おー、エンチャありがたい。ネクロが出るからね、最初に。おー。結構ネクロの数湧くね。あ、でも早い早い早い。よっしゃ。あ、やっちけ。あー、あいつはお、いい感じ。ちょっとネクロ結構湧くな。いっけ。なんだこれ。わけわからんくなってる。よし、でも倒したでしょ、これで。おー、あぶね、落ちたかと思った。はい、次行きましょう。ちょっと待って、これ先にやっとくね。あれ危ないからさ。よし、結構 HP 高いな。ソロの時は全然余裕で勝てるんだけど、さすがマルチ、4人マルチはさすがの HP だよ。よし。とりあえずこの辺に出てきたやつは全部釣竿で片付けていきます。硬い硬い硬い。危ない。硬いね。よし、 OKOKOK。 エンダーマイトは大丈夫で、あと1回湧いてくるよ。任せる。よし。上にもいるんかい、これ。うわ、勝てー。釣り竿を、フルエンチャの釣り竿なんだけどね。勝った。いりません。はい、次。ここもちょっとむずいからね、注意していきましょう。おお、下にも結構湧くな。下の湧きが結構激しいかも。うん、上もね、もちろんかなり出るんだけども、下もこりゃ出るぞ。よし、ナイスナイス。お、もう終わりじゃない？あ、倒した？はい。
俺は無謀を俺は入れていく。よし。で、俺サイスを上げて、で、防具には無謀でね、行かせてもらいます。はい、では、ボス。多分、無謀俺以外も入れてる人いるんじゃない？行くよ。固まった最悪。ちょっと待って、無敵になることすらなく倒した。何今の、初めてのことだけど。まあ爆発さんか、まあこれでしょうね。はい、ということで、今日はタワーマルチプレイでした。なかなか難しかったけどね、いけました。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。